はい、アテンザクロス G で、まあ、ワインディングロードに入ってきました。やっぱりね 42.8 キロってトルクは強力ですよね。今上り坂を登ってるんですけども、全然ねシフトダウンしなくてもぐいぐい登っちゃうんで、もう拍子抜けするぐらい本当にね力強いですよね。力強いだけじゃなくて、こうエンジンの息吹がね、まあなんていうかな、鼓動がすごく気持ちがいいですよね。車の持ってるポテンシャルをね自分の力で引き出してるって感じがすごくするのは、これやっぱマニュアルシフトの喜びなのかなと、改めて思いますね。そしてまあ力がある、まあ、これはねディーゼルなんで、まあ、ある程度期待している通りとも言えるかもしれないんですが、このディーゼルエンジンはそれだけじゃなくて回るんですよね。特徴としては 14.0 というね低い圧縮比が上げられます。おかげでピストンですとか、まあ、そういうエンジンの中のパーツもみんなね軽くできるわけですよね。なのでディーゼルといえば毛上がりが重たいっていうのはね、この車このエンジンには通用しない話で、踏めばねすごいいいレスポンスで答えてくれます。ちょっと踏んでみましょうか。こんな風にね、あのシフトダウンするときにこうアクセルで回転を合わせてもすごく気持ちよくピタッと合ってくれますし、回すとね結構まあ太いいい音するんですよね。ついつい、ゆっくりね回さなくても気持ちよく走るんだけど、回しても見たくなる、まあ、そういうね二面性というか2つの美味しい面を持っていて、これはねまあ走ることが好きな人にとってはこうたまらないものがあるんじゃないかなと改めて思いますね。それとね目覚ましいのはハンドリング、こちらもそうですね。このスカイアクティブという車種になってから、まあそれと前後するぐらいでね、マツダはハンドリングに対するこう考え方をはっきりと変えました。ステアリングを切るとちゃんとそれに合わせてロールをしていって、車が自然に曲がっていくと。でその中でこう一体感がきちんとあると、なんかこうどっか切れ込みすぎるとか不安定さがちょっとシギリングな楽しさになってるとか、そういうことではなくて、もっとね質の高い本当に車が、曲がりたい方向に安定したまま曲がる、まあ、そういう車にねなったんじゃないかなと思います。パワートレインですとか、まあ、フットワークみたいなところではねすごく、いい点数をつけられるアテンザなんですけど、まあ、強いて言うならばね、その走りの、乗り心地のかな、質ですかね、そこではねもうちょっとっていう部分もまあなくはないなと思ってます。例えば乗り心地ですね、あのこの車19インチタイヤ履いてて、まあ、その割にはゴツゴツとしたところとかはまあないんですけども、でもなんとなくねカタンカタンとかねコトンコトンっていってるような感じ、まあ、そういうコツコツとした入力ちょっとあるんですよね。質の高い乗り味という風にするには、なんかこうもう一歩、チューニングを進めてみたいなと、もう一段ねそこを引き上げてくれると、まあこのエレガントな車の見た目ですとか、こう走りの質にね見合った乗り味っていうものがねもっと演出できるんじゃないかなと思いますね。はい、このアテンザ最初はね、まあ出た時にはまあ正直こんな大きくなっちゃって大丈夫かなみたいなことを思った記憶があります。でもまあ実際にこうまあ見てみて、そして乗ってみると、まあすごく説得力あるんですよね。例えばこう見た目にしても、まあデザインやっぱり美しいですし、多くの人に、まあ、純粋にかっこいいよねと言わせるだけのものがあるなと思います。まあ、パッケージングを見ても、あのドライビングポジションの、とても、ね、自然な感じですとか、後席の 広さ、まあ、こういうところで見ても、この、まあ、大きさちゃんと活かしてる、ちゃんと中身詰まってるじゃんという感じがすごくしますよね。そして、まあ、走りですね、ハンドリング乗り心地とても、ね、質の高いものになっていると思います。まあ、だからこそ文句を言いたいところ、ね、注文をつけたいところあるんですけども、でも全体のレベルはものすごく高くなっていると、まあ、言ってみればこういうサイズに期待するだけの内容はちゃんと備わっているなというふうに思います。だから全体で見て、ね、すごくこう、説得力がある車になっているなと思いますね。さらに、ね、この車、まあ、ディーゼルエンジンです。ディーゼルエンジンに、まあ、6速マニュアルという車だったんですが、これも、ね、まあ、他では味わえない価値をちゃんとこう提供しているなと思います。あの、まあ、もちろん燃費もいいんですけども、走らせても楽しい、気持ちいい、今までに味わったことのない価値、まあ、この車を選ばなきゃいけない理由っていうのがね、いっぱいある車だなと、アテンザはそういうふうに、評価することができるんじゃないかなと思います。